川勝平太静岡県知事が辞職を表明したぜ。え、どうしてなの？新入職員への訓示で、職業差別とも受け取れる発言をしたことが問題になったんだ。どんな発言だったの？県庁派シンクタンク。野菜を売ったり、牛の世話をしたりとかと違って、皆様方はずのを、姿勢の高い方たちって言ったらしいな。確かに問題ありそうね。それだけじゃなくて、リニア中央新幹線の開業延期も辞職の理由の一つらしいぜ。ああ、川勝知事ハリニアのトンネル工事に反対してたもんね。そうそう。でも、再び知事選に立候補する考えはないって明言してるんだ。次の知事は大変そうなのだ。そうだな。職業差別発言の問題とリニア派の対応、うまく舵取りしないとな。静岡県民としては、しっかりとした行政経営ができる知事に期待したいわ。みんなはどう思う？コメント待ってるぜ。